が松山海上本部所属の巡視船イオとなります。長さが72メートル、幅が10メートル、速力は25ノット以上出すことができます。あちらにありますのが20ミリ機関砲、そしてその後ろにありますのが高圧放水銃となっております。テロ警戒であったり事案が発生した時にはこれらの武器等を用いることがありますので、日々訓練の方を積んでおります。はい、今日はですね、岡山県玉野市宇野にやってきました。今日はね、この宇野港がある場所にこの海上保安庁の船が止まってるということです。普段止まってないんですけども、今日は訓練のためにここに停泊しているということで、せっかくなので特別にね、船内を案内してもらおうかなと思って今日はやってきました。担当させていただきます巡視船用主任航海士の柿内と申します。本日はよろしくお願いいたします。寒いですので早速ちょっと船内の方入っていこうと思います。でこちらが、後部後半でして、こちらも全部と同様に、柵があって、でこれが、キャプスタンですね。これに、係留柵取るときは、これに巻きつけて、これを油圧の力で巻いて、それでこのボラードというところに柵を巻き取って、それで係留をするという形で、係留をしております。当然搭載艇は、右舷側に警備救難艇が行って、それからゴムボートの方が左舷に行ってと後部に行って、高速警備救難艇、略して我々は警救艇と呼んでおります。警備活動、それから救難活動に用いる、搭載艇となっております。反対側、こちらにありますのが小型ゴムボート、略して我々は GB と呼んでおります。警備実施であったり、警戒活動等の際には、こちらのボートを下ろして、警戒に当たっております。でこちらのボートを下ろすときに用いますのが、こちらのカヤセククレーンというもので、このクレーンを動かして中央、ゴムボートの中央部の連結部分に連結させて、それで、クレーンで吊り上げて下ろすことを可能にしております。こちらが先ほど説明した高圧放水銃。ここが、前部後半でして、見てもらったら分かる通り柵ですね、係留柵を取ったり、それから錨などがあるところになっております。食事をするところをですね、みんなで集まって話し合いをしたりだったり、そういった目的で使われるところになります。ここ、今カーテンで隠しているところが、調理室になっていて、主計課という方が航海をしているときによっては、調理を作ってくださいます。海上班長では、船を動かすに際しまして 4つの課に分かれております。航海課、機関課、通信課、主計課。航海課につきましては、本船の操船ですね、船を舵を持ったり、それから操船を指揮したり、船を動かすというところが、航海課で、機関課につきましてはエンジンであったり発電機といったものを所掌しております。で通信課にありまし、おきましては、通信、保安庁同士での通信であったり、あとは船内のネット関係、そういったものを司っております。それから主計課は調理、それからあとは物品関係、そういった各課に応じた、仕事が割り振られています。本船は、普通の船と違いまして、水深がウォータージェット水深となっております。普通の船であればプロペラを回してそれで進むというところではあるんですけれども、本船はこのようにこちらですね、ウォータージェットのノズルが2つ見えると思います。こちらで下、船底から水を吸い込んで、ここから高圧の水を出すことによってその反作用を得て、推進するというのが原理になっております。じゃあ更新するときどうするのかという疑問が生じると思うんですけれども、更新するときにあってはこのバケットが、赤色のバケットですね、
これが降りることによって、水の向きを前方向に押し出して、それで船を後ろに下げるということを可能にしております。全体通して質問とありますでしょうか。普通の船とこう違って、巡視船は特別な船だと思うんですけども、はい、日々仕事をしていてこう感じることとかもしありましたら教えてほしいんですけども、警備実施であったり救難業務っていう、危険と隣り合わせなところがありますので、それはもう危険な仕事であるっていう認識は全員が持っております。なので、安全第一というところは当然、救助に行くときは要救助者の安全なども考慮しつつ、我々、自分の命、それから、同僚の命であったりも、安全をしっかりと確保して業務に当たっているところであります、はい、ありがとうございます。説明の方は以上とさせていただきます。ありがとうございました。